皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザード7遊んでいきましょう。さあ前回ですね、そこの扉からこのホールにやってきたイーサン、一旦ね回復してとね、ガンパウダー、弾丸に装填するための火薬、薬液と合成するとハンドガン用の弾になる。これはね、競争弾、ハンドガン弾に通常よりも多くの火薬を詰めたもの、威力が大きく向上している。これ作るか。よし、5発とね、サプライボックス、これ多分これいらなくない？あんたへのプレゼント、これで生き延びてゾイより。これは捨てようか。このアイテムは捨てるとボックスへ送られます。よし、これで行こうかね。そしてね、まず最初にどこに行く、多分これが出口。三つ首の犬のレリーフ、おそらくケルベロス。3枚ないと出しませんと。とね、こっちはこれは多分ショットガン。取るとこっちか、これが閉まる。まあ、これはね、いつものバイオ的な仕掛け。代わりのオブジェクトがいる。とね、こいつは使えるものはない。そこに、スカイハンター。大空の狩人。そして、こいつね、ワシかな？タカ？これがない。さあどうする？とここに時計の振り子。とね、こっちはサソリの扉、これは開きません。さあとなると、まずこいつか、リビングルームちゃんと貼ってある。一旦これ行こうか。ジャックはいませんように。この序盤の感じ、これすごいですね。癒されますね。対抗手段がほとんどない。ホラーゲームはやっぱ序盤が怖いね。でこれを使って、よし、でレリーフ1枚。早速使っていこう。さあここに1枚はめて、残り2枚。ということはそっちね、上か。アイテムないかな。何にもない。意外とこういう雑誌もちゃんと読むんですね。家も大きいしね。よし、ここに薬液。あとはないか、そこの上。そこに待って、ばあちゃんいるよ。これあんまり関わりたくないな。普通にいる。こっちはここに女性かな、女の子の写真。
エブリン、2014年5月2日。あとはないか、アメフト、あの長男か。とね、ここには鍵ですね。蛇の鍵。もう鍵用意すぎだろ。そんで結局こっち、ばあちゃん、これは攻撃できない。ただここにいるだけ。そんでこっちね、こっちも広いな。まずは個室から行こう。狭いところから潰していく。いや、ここ広いわ。まっすぐ行ける。そしてそこにあれは、あれ母ちゃんかと、トレーラーハウス。ホラー映画では絶対出てくる、ああいうトレーラーハウス。大男の趣味か、父ちゃん。ジャックの趣味ですかね。でこっち行けない。何、普通に開くね。よし、いませんね。ここはね、娯楽室。意外と人がいない。こっちは、ここにハブ。引き出しは何もなし。待って、チェックポイント入った。これちょっと怖いね。バスルーム。チェックポイント入ったということは、よし、弾薬取って。ここに、よしよし、コイン。この線を抜いていく。木製のスタチュエット、これを取って。なんだこれは、黒い、なんていうの、ご飯ですよ的な組織。しかし食べれはしません。置かないか。うん、ないね。待って待って。どうだ、驚いたな。あんなもんでくたばると思ったか。死んでなかった。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。あの子。待って、ここでジャックが登場。俺たち家族もあの子の力がもたらした。一旦下行こう。どういうことかっていうとな。お前は終わりだ。戻って。あ、近い近い近い、びっくりした。ちょっとこれやめてよ、もう。あ、こっち行き止まり。あそこいるな。ね、そこのセーブルーム、そこ行こう。避難です。押さない、かけない、走らないで一旦セーブして、よし、この間は無敵。そんでね、あの人をまず振り切らないと。ちょっと待とうね。
多分そこいるな。行ってみる？よし、多分そっち行った。ちょっと家破壊してどうすんの、あんた。自分家でしょ。でそこに穴が開く。よしよし、こっちを通ってもうタイランとかで、こっち、くっそ、下来てんな。でばあちゃん消えた。こっち行こうか。ここに避難して、よし、ビデオテープ。こっち来る？多分来ていない？いや来るかな。なんとも言えない。大丈夫？ここでガンパウダー。ちょ待ってね。ハーブどうしようかな。アイテムがいっぱいいっぱい。アンティークコイン捨てるとまずい。さあどうする。これボックスに入れに行くか。出ないとこいつを取れない。ガンパウダーとね、ここに本で、さらにレリーフ。これはアイテムボックスとね。待って、あ、いたいた。バレてない、バレてない。危ねえ。何そのトゲトゲのついたローラー。あ、こっち来んな。ちょ、あれゆっくり読めないってすげえな。一旦聞こう。楽しくてやめられねえな。よし、マジか。の文献すらゆっくり読めない。これ困ったね。まあしかし癒されますね。こっちの方が楽しいわ。よし、でね、ここにこれ入れてとね、回復薬これも入れて、競争弾これも入れとくか。いや、ハーブも入れとくか。よし、レッツゴー、レッツゴージャスティン。ん？あ、そこいるわ。で、そっち行くもくっそいらしいわ。そっち行かれると非常に困る。あ、そこいんな。心配ない、俺はここだ。よし、追ってきてる。見つけたぞ。知らんがな。でこっち行ってあいつを巻いていきたい。巻かないと何にもできない。で今のうちにアイテム取って、こっち、これガンパウダーと本。早く早く早く。はい、よし、取って、あとね、そっち多分なんかあるんじゃないの。微妙に見えない。よし、見つけに行くぞ。
来ますね。ここは鍵と、よし、コインとね、ここにマーガレットへ。捕まえたヒッピー野郎はいつも通りホールから加工場に運び込んどけ。加工場、それとね、どこにいるんだ、隠れてないで出てこい。外、ここにビデオデッキ、これどうかな。タイトル、ミア。イーサン、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でも、これだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい、肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。ここでミアか。ミアにプレイヤーチェンジ。旧館の1階、こっちはいけない。こんなか。あのおばちゃんから逃げ、あ、いけないの。おばちゃんから逃げていく。すげえな、水没している。ねえ、ママ、こっちだよ。今の声は少女。なんで突然暗くなった。ここはアイテムは、なんで急に暗くなるの。何にもない、ひたすらこの奥、こっち。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。あ、いるわ。こっちこっちこっち。隠れなきゃ。こっち。おい、ちょっと。本当に悪い子だね。これダメ。今のは申し訳ない。どっちも行けなかった。さあ、ここから多分ここね。よし、多分ここに隠れて。隠れなきゃ、隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだ。これ怖いね。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって、食事まで与えた。いますね。そこにいる。よし。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。で、その隙にこっち。開けて、そこの奥。あ、来てんな。これは取れない。よし、ここに。こっち行こう。いや、ここ微妙だな。ここに隠れて。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。いますね。イーサンってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。ここまずい。反対側のそっち、こっち行こう。音がした、音がした。めっちゃ見てるもん。来ないで、お願いだからこっちに来ないで。
そっち行って、そっち。よし。本当に体験するホラー映画。そっち行ったね。あぶねえ。次もしかしてこっち来る？さあどうなる？よし、こっちには来ない。お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。よし、怒って。我が家に迎え入れたのに。奥に行った。心から歓迎したのに。とね、そこにオブジェ。そのお返しがこれかい。こいつをね、取って。影か。雲の形。よし。そして隠し通路行くしかない。で、こっから隣の部屋が若干見える。さっきの反対側。よし。で、チェックポイント入って、正面。それなのに、お前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。あの子の力。どっち来る？よし、こっちね。愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。まあ愛情ってのはそんなもんだよ。私たちを受け入れろ。よし。あんたは何したか分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。素通りして、この下。ダメダメ、そんなの許さない。どうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。と芝刈り機。この上にな。うん、閉められた。バレている。とね、姉妹か。なんだ。どこへ行くつもりだい。今のは映画レックのオマージュかな。ミアは脱出しようとしていた。それができなかった。ミア、どうなってるんだ。そしてね、こっち。そこの奥。よし、弾薬取って。これは鍵。もうアイテム回収したかな。ここに薬液で飛び降りて、いつものうち。そうしたらね、また一旦整理。競争弾、これ持っとくか。とね、ガンパウダーを合成。よし、これでいこう。でまたセーブして、
そしてレリーフ使いに行くぞ。あ、待って、いるわ。もう少しうまくやろうとな。いいさ、まずったな。どっから来る？あ、そこいるわ。バレてはない。よし、ただね、すぐに見つけ出して殺してやるぞ。そっち行かれると困るんだよな。よし、そこにいて。あ、待って、そこか。繋がっている。いや、これめんどいぞ。隠れても無駄だ坊や。山路さん、当選坊で、こっち来る。そこに、そこいんな。イーサン、イーサン、イーサン。微妙なポジション取り。うん、こっち来る、こっち来る。よし、そのうちにスタコラさっさして。楽しくてやめられねえな。よし、でこっちでね、そこでプレート2枚目、これを使ってそしてこっち、ここで木製のスタチュエット、これを使って、多分この時は来ないっしょ。これすごいね。影、こうか、こんなもんかな。よし、誰がこんなもの。で、この奥、そしてここはこの細い通路。ここはなんだ。で、チェックポイント。鹿がいますね。と、そっち、そこに鳥かな、カラスの鍵、弾薬。ん、何、びっくりした。弾薬の切り替え、 L に押して三角と、薬液取って、これ開きません。カラスとね、精神刺激剤、精神刺激薬を使ってアイテムを探す。使おうか。多数の興奮物質を配合した薬品、一時的に五感を研ぎ澄まし、有用なアイテムの何かを察知できる。使ってジェネシス。そっち、そっちにいっぱいあんな。しかし行けない。とね、ここに弾薬、さらにショットシェル、でこっちか、アンティコインと、ここにガンパウダー、さらにボックス開いて、これはミールワーム。アイテムはなし。
ね、ここにまたキーピック、これもない。子供、ミア、それとメモ。6月14日旅行中の夫婦、旦那は成功、12人目、嫁はダメだった、廃棄。7月7日女子大生3人、全部腐ってやがった、ルーカスのアホめで。8月13日、不老者のじいさん、3日で転嫁、13人目、拉致している。とね、これやっぱり犠牲者の顔写真ですね。でこっちは、ここなんかめっちゃご飯ですよ。あれもいそうだな。一応武器にして、セーブは、あのカセットデッキそんなになくない？こっち行く？入って。何も来ませんように。うん、あ、来るわ。意外とこれ、ナイフの方がいいとこある。よし。ナイフ。ガード。甘い。ガード。いて。ある位置。よし。ぶっかけて。元気。ナイフバトル。これ効かんな。これ強いね。よし。やった。これがあの体験場に置いたモールデッド。地味に強いな。よし、回復薬にして。しかしあの回復薬のモーションがね、非常に速いってのは嬉しい。即座に回復できる。いっぱい使ったな。そしてまた廊下。アイテムなし。こっちは開かない。こっちからも開かない。となるとこっち、地下室プラスここに部屋。よし、これセーブ部屋か。よしよし。とりあえずアイテム回収して、メモ。コートニー、奴ら俺を探してる。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。奴ら外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。今まさにそれが欲しい。とね、これもキーピック。キーピックそんなないよ。とここに弾薬。よしよし。さあではね、今回も時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。